Yeah.
ただいて、歌わせてもらって、今は割と透明なが、ライブ多いんですけれど、そうやって呼んでいただいて、歌わせてもらって、で生きておるシンガーソングライターの坂上大志と、言います。こんなにですね、音楽大好きで、皆さんの前で今もこうやって、アルパスなどステージで歌わせてもらってるんですけれど、結構長いことギターを弾かなかった時間、音楽をやってなかった時間っていうのがありました。でその間何をやってたかというと、介護の施設でですね、長いこと働いておりました。でそこで自分なりに一番向き合ってたものが人間の記憶だったんですね。本当に3秒前、5秒前のことを忘れてしまう、そういう世界がある中で、それでも忘れてしまうその方に毎日のように愛を伝え続けた、なんかそんな素敵なご夫婦の歌があるので、いろんなありがとうを込めて、ありがとうという歌です。何度だって何度
ありがとうございます。ありがとうという歌でした。本当に今日は、この後もですね、松尾静香、というアーティストが出てきますので、お時間ある方はぜひ、あと30分ぐらいですかね、お付き合いいただけたら、嬉しいです。僕の一個だけ名古屋クラブクワトロというところでですね、今度限定200席 の, ワンマンライブを行います。その日は坂上太一がギターボーカル、そして、宮川淳というジャズキーボーディスト、そして、カズというドラマーを迎えて の, 3人のトリオのワンマンライブです。この時代にしてもそうですね、自分たちにとっても大挑戦の、日ですので、今日チケット持ってきてますし、あとプレイガイドでも買えますので、ぜひ、後でお声かけいただけたら嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。最後の、歌はですね、2度目のこう緊急事態宣言が出された時にこう即興でちょっと作った歌を、今日は歌ってみようかなと思います。日常という歌なんですけれど、何でもないこう日常こそがライブだと僕は思ってます。一瞬一瞬のなんかその日常こそが紛れもなくライブだと僕は思ってます。こうやってステージに立たせてもらうだけがライブじゃないって僕は思ってます。だから皆さんのなんか、なんて言ったらいいんでしょう、ほんのささやかな、見上げても見えないぐらいの星の輝きぐらいの、そんな希望になれたら、そんなちょっとロマンチックなことも思いつつ、じゃあ日常っていう歌にしましょう。本当にありがとうございました。坂上太一でした。少年のように今日
マスカラのみんなありがとうございました。次の約束はそこにしましょう。4月の26日サンガイクラブカードのチケットあります。よろしくお願いします。この後は松尾静香です。よろしくお願いします。